わドツアーやかユラさんワどつ音聞こえるどう今どうなってるか教えて映像と音声どう画面,画面の方がどうなってるのか知りたいんだよね聞こえる音いつもと変わらない音声はクリア 映像はどんな感じになってるか教えて、ちょっと。あ、これはすごいなぁ。これ無料で使えるんだ。どう映像は今どんな感じのが映ってるあ、これはすごい。あ、これはすごいわ。映像どんな感じになってる映像。映像を言って、今どういうことになってるか。 俺がね、その配信画面だとモニタリングできないんですよ。要は、どういう風にみんなの方に伝わってるかまだ分かってなくて、今どういう現象が起きてるかちょっと教えてください。みんなの画面の方では。それを知りたい。あーすごいな。これはすごい。映像きれい。で、どういう現象が起きてる何が映ってるとか、どんな感じとか教えてもらいたいんだよね。 どういうものが見えてるか。画面キャプチャーああ、いいね、いいね。伝わってるね。じゃあ今何やってる、今何やってる今何やってる綺麗クリックするたび真っ暗。おお、いいね。伝わってるね。いいじゃん。これが無料はいいな。映像キャプチャーデバイス画像。 画像追加。画像ファイル。デスクトップから引っ張るかなんか。これはどうだおー、できるかもしかして。お、いってるこれもしかして。ズームしたり小さくしたり。今、サムネを出したんだけど、これ映ってる感じもしかして。うわ、これは便利だわ。これで結構、 でやりたい配信ができるね。パソコンの右上。あーいいね、いいね。音も綺麗あそう。映像もすごく綺麗完璧じゃん。ついに、ついに俺やったじゃん。えっと、あと画面のキャプチャーの設定だな、あとは。全プロジェクター、スケールフィルター。ポイントでやってみようか。うんポイントじゃなくて。 ゼミナ映ってるあっそういいね映ってる綺麗だ今日閲覧いやまあんだろうねそれはまあ何だか分かんないけどまあそういうのはたびたびあるからいいじゃんいいじゃん何でもできるじゃんうわ久々に作り込めるよおいエコーかかってんのかよこの野郎おい エコー聞こえるかって聞いてんだろうかよおいわかんねえなどうなんだよ音はよおい今誰が喋ってるか言ってみろこの野郎あエコーかかった大丈夫エコーかかってなかったら恥ずかしいんだけど音はいつもと同じ全然違和感ないエコーかかってるうわーいいわ うわーやりたいことできるこれでさみんなに見せたいものを見せられますよこれでようやくあなんかさエコーかかってるうわ最高だわ、うん、最高ですいやいいわこれができると何ができるかっていうと例えばそのものまね配信をするとするじゃん あの何ができるかっていうとね、うん、っ待ってね、画面キャプチャーでこれを消すでしょ。まあ、こういうロゴも消して、どういうことができるかってうとだな、例えば、例えばだよ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、今やってあげるから。 いや、これがね、できるとね。さあ、長渕剛さんって呼んでみて。長渕剛さんって呼んでみてよ。うん、あ、ていうか今見えちゃってるのか。あ、ごめん。俺が下手だったわ。長渕剛さんって呼んでみてみんな、うん。もうバレちゃったけど。途切れてない途切れた、うん、たまに途切れる。 出力が高いのかな誰か長渕剛呼んでちょっと楽がすごいのかなあやこちゃんありがとうってできるわけよ。うん、ユーゆらちゃんありがとうってこうやってわかる。<laughs> こういうさ細かいネタができるわけよ。 <laughs> まあただそれだけで何な,な,んなんだって話したんだけど例えばその作った映像とかをあの映,画映画とかを作ったら流せるわけよ、うん、そういうなんかうなちゃんマンとかも画像でこうやって見せられるわけね、うん、あごめんジャッキーもう3回目はくどいわ、うん、ああずもくどいわでもこういうのができるっていうのは結構面白いと思っててありなんじゃないかなっていう。 ただね、キャプチャーのやり方をもう少し勉強したいかな。うん、素晴らしいよね。素晴らしいよ、これ。スワイプ、スライド、カラーにフェード。スキードワイプ。これ何なんだろう。トードワイプ。水平線なんだ。あー、設定ができるんだ。フェード。フェードの設定。 フェードイン、フェードアウト。ピーピーピーって歌ってみて。あ、いいよ。p ー p ー p p p できますよ、全然。なんていう機能っていうか、あの、フワッチの機能じゃないよ、これは。あの、キャプチャーソフトっていうのかな。なんか配信の生放送を、ゲーム画面をキャプチャーしたりとか、 よくあるじゃん。そういうの、そういう配信をニコ生時代ずっとやってたんですよ。簡単に言うとなんか、画面で遊ぶっていうのかな。で、音を遊べなかったのね。音が弱かったんですよ、僕は。音遊びがすごい下手な配信者で。で、音の配信も結構最近は力入れてるんだけど、あのー、画像の方はもともと強かったんだよ。うん。 だから、その画像の画像、でもね、Mac で使ってたから、Mac にはこういうソフトいっぱいあったんだけど、Windows がなかなか検索しても出てこなかったの。そしたら、無料で使えるいいソフトあるって書いてあって、記事に、うわ、ふわっちでここまでやってる人、あんまいないなと思ったから、あのね、携帯配信、スマホ配信が嫌なのはここなんですよ。スマホ配信が嫌なのはここなの、俺は。その画像遊びができないっていうのは、オタクとしてだめだと思ってて。 例えばどういうことができるかっていうと、うん、例えばテキストとかだったら、うん、例えばなんだけど、早々表示。新規作成。で、うんうん、例えばこうやって、こういうことができるの。うん、あはん、反対だっつなんで反対なんだよ。 なんで反対なんだよ。な、何これ。何どうしたら、何でこうなったえー、んで、なんで、なんで、ね。ちょっとこれ原因が分かんないんだけど、何んでひっくり返ってんのえー、どういうことフォントを選択。えー、何で反対になってんの意味が分かんないんだけど。え、どういうことこれ。あ、なったんだな。何だこれ。まあ、こういうふうに、なんで反対になったんだよな。うん。 例えば、まあ、これ、意味が分かんないと思うんだけど、え、何が面白いのって感じがするかもしれないけど、例えば、配信者のランキングつけようぜとか、例えば今回の企画は、えっ、ー、と、6月の、えー、10日、6月の10日に、えー、イベントやりますって打つじゃん。っていうふうにやると、トークをしながら、 告知がでできるんですよ例えば今ちょっと裸だからあの自分の画面映せないんだけどこれってさあの文章で説明しないといけないいいとけってあるじゃん何回も何回も説明しても意味なくてもうなんつうのリスナー的には聞き飽きたよみたいなそうするともう配信成り立たねえよっていうのも画面上に表示させておくことでできたりするんだよわかるその例えばこうやって俺が配信やってると。 俺がこうやっていつも「愛はどっつ」っつって「あーもうあーでもないこうでもない」って言ってる時にそのこういう風に6月10日にイベントやりますってここに書いておけばさわかるわかるうん目が回る目まあね今ガチャ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 いじくり回してるから目が回るんだと思うけどこれはいいですよで そのじゃあ今かから動画流しますとか例えばオープニングの動画流す配信者とか古い配信者ではいるはずなんだけどそういうことができるようになるんですよ。うん、例えばあと w a d ヒカン時代の写真見たいって言ったらモヒカン時代の写真をパッて表示できるようになるの今までは検索してとか手間がかかってたけど要はね小ネタみたいなのがしやすくなるっていうか 画面での遊びがすごく大きくできるようになるって言ったらいいのかな。じゃあ対戦者誰なのって聞いたら、えー、ワードンの対戦者は、えーと、テルチャンピン、テルチャンピンですよとか、こういうことができるようになるのよ。ワ和ンの対戦者はテルチャンピンですよって。いいでしょで、その、 まあ、例えばこういうふうにコメント打ってたらみんながコメントで小さいとか見えないって言ったらあーごめんごめん悪かったわっつってこういうふうにでかくするとかこういうなんか細かい芸ができるからそう配信ではね絶対必要な芸なんだよこれはいいでしょでまあなんだろうちょっと今裸だからあのちょっと画面寄るけど今ちょっと裸だからね俺例えばえって じゃあ、動画見れないのっていう風になったら、そんなことなくて。えっ、ー、と、カメラはどうやってやるんだええー、ブロードス今、その、使い方が分かってないから、あれなんだけどで。メディアソース、音声ソース、非推奨、テキストフリータイプ。あれ映像ってどうう映像キャプチャーデバイスかな映像キャプチャーデバイス。これかなうん。これでどうかな 俺の今顔が映ってるはずなんだけど、いや今全裸ではないけど、上半身裸なの。今俺の映像出てきてるでしょ。これで、わかるなんかいろんなことができるっていう可能性が伝わってるのわかるわかる伝わるかなこの凄さ。これは結構便利なんですよ。こう。 いろんな画像を何個も重ねることができるっていうかわかるかなちょっと汚い顔で申し訳ないけどこの映像表現の幅が何か来てくださいちょっと来たいんだけどねでもこれって何ができるかっていうとカメラを2つ起動させることができてちょっと待ってねリスキーだなちょっと待ってね例えば旅配信の外カメとインカメっていう2つのカメラを同時に起動させるね今 これ、旅配信の前に必ず用意しとこうと思ってたんだけど、えっと、画像、画質はどうちなみに。画質はどうっすかプラス映像キャプチャーデバイスで。うん。例えば、うん、これでいいか。例えばな、ん…あー、これカメラ2つ起動できないパティーンかな。 カメラ2つ起動してないよね。こっち側だけ動いちゃってるか。あ、なるほど。こっち側止まるんだ。あ、これ欠点だな。表示中でない。バーヒア,アクティブにするクロスオーバー。うーん、こっち側のカメラ止まるんだ。あ動いた動いたできたよこれどういうことかっていうと、こういう風うに、俺が今カメラ持ってる画像あるでしょ。 こういう風に俺が外の風景を映しながら俺の顔をワイプで出せるの。わかるこれ。この凄さ。要は外カメと外カメとインカメっていうのを同時にこうやってできるのよ。これ今俺のパソコンの内蔵カメラでこの画像を作っててこっちが外カメとインカメができてる。すごいでしょ面白いでしょこれこういうことをニコ生でやってたの。だから簡単に言うと1つの画面で2人のリアクション取れるんだよ。 これいいでしょ。で、あ、ちょっとまずいっていうシーンがあったらこうやってフェードアウトできるの。これは多分ふわっちのリスナーさんはびっくりするはずなんだけど、ニコダではもうこんなの当たり前にやってんのみんな。そう。で、ワドの放送ってもともとこういうなんか YouTube の技術とかカメラアングルとかこういう芸風が達者だっていうので結構有名だったのよ。カメラワークとかプロってるっていうか。 で、これをね、ふわっちに導入したくて、ふわっちでこういうことできる配信者が今いないんですよ。感動するでしょ、結構。そう。例えば、みんなが見てて、カメラの外カメの方をもっと寄ってとかあるじゃん。あーごめんごめん,ごめんって言ったら、外カメの方をこうやって、いや、こういう感じだよっていうことができるの、一瞬で。これ便利じゃないで、ワドの顔いらねえからもっと小さくしろって言われたはーい、すいませんっつって。面白いでしょ あ、いや、だからね、ニコ生勢は結構得意なんだよ、こういうこと。うん。ニコ生の人たちは、こういう芸風に達者っていうか、昔から慣れてるの、オタクだから。でもね、その、なんつうの、ふわっちに対応できるやつがなかなかなくて、そうそう、自由自在っていうか、表現の幅がもう本当にすごい広がるんだよね。これができるようになると。うん。面白いでしょ いかにこれが便利なのかっていういやーこれはでかいな使えるようになったのすげえいい配信いっぱいできるよ画質は悪くないのかなそこが問題なんだよね結構パソコンは結構ハイスペックだから音の質と画質が良ければ俺的には結構問題ない音量もでかい大丈夫 フィルター音質はどうなんだろうこれは結構でかいよ画質綺麗だ全く問題ないうん いいですね。普段と変わらない、音質も。いやー、これは楽しみだね。このテスト放送はいいですよ。素晴らしい。携帯から見ると普通、音も普段と変わらない。っていうことはかなりいいはず。俺の放送って、実はノイズが少なかったりとか、あのー、 映像が綺麗なのあのね、携帯で見慣れてる人はあんまりよく分かんないかもしれないけど、パソコンで見るとね、結構高画質だったり、結構音質いいんですよ。こだわってるから。あとはキャプチャーだな。キャプチャー。画面キャプチャーのやり方だな。画面キャプチャーが全体、あこれかカーソルをキャプチャー。カーソルをキャプチャー。 カーソルをキャプチャーってどうやってやるんだろうな画面。うん。カーソル。今、画像が映っちゃうんだ、これ。これはどうやってやればいいんだカーソルをキャプチャー。カーソルをキャプチャーってどういう意味だーカーソルをキャプチャー。 らここみたいな意味うんカーソルをキャプチャーどういう意味なんだろうな、うん、楽しいでしょ携帯からも楽しいでしょ ーどうやってやるんだろう画面キャプチャーの設定がよくわかんねえな。カーソルをキャプチャー。カーソルをキャプチャー。んカーソルをキャプチャー、マウスを含むか。あ、そういうことか。ありがとう。ああなるほど。んカーソルをキャプチャーを外すと。 いや、カーソルキャプチャーされてるけど <laughs>。おたけさんありがとう。あ、寝てた、さっき。カーソルキャプチャーされてるよね、今。なんだろう、チェック外したんだよ。部分キャプチャーみたいなのが必要なんだよ、絶対。部分キャプチャーどうやってやろうかな。部分キャプチャーはどうやってやるんだろうな。使い方覚えないとな。 映像キャプチャーデバイス。画面キャプチャー。映像、画像、スライドショー、ンテキスト、画面キャプチャー。ソースを作成。部分キャプチャーができないのかなゲーム配信できるんだけどね。これで。これできるはできるよ。 だけど、その、画面がでかすぎるっていうか、その、部分的に全体映っちゃってるから、簡単に言うと、俺がエロ動画を間違えてクリックしちゃったらアウトなんだよ。エロ動画流れちゃうんだよ。出しちゃいけないプライベートのパソコンの中身これ全部見えてんの分かるここのブラウザとかさ。うん。例えば、ここにさ、FC2 って書いてあるじゃん。これ、エロ動画見てんのかはどう、w a ってなるじゃん。これ FC2 ライブだからいいんだけど。 こ,れこういうのを間違ってクリックしてエロ動画。何しようか。していけるキャプチャーソフトじゃないとダメ。えー、やっぱそうか。画面が選べないんだよね。うん、いや、気をつけないとね。なんでできないのドロップしたフレーム0%、うん。どうやって対処すればいいんだろう、それは。 まだね、このソフトを使いこなしてないんですよ、僕が。画面を隠せばいいのか、こうやって。強制的だな、ちょっと。見たくないよね、わかる、すごい。うん、なんか、うまいこと考えないとな、これ。うまいこと考えたら結構面白いことできる。OBS、OBS! そう OBS なんだけどできないかな部分キャプチャー OBS できないプラグインとかないのかな誰かわかんないおたけおたけさんわかる OBS ですねこれ誰かわかる人いる これ何ができるようになるかっていうと、うまくいくと、ニコ生みたいにコメントがこう横に流れるっていうのができるようになるんだよ。それすごくないああ、ありがとう、オタクさん。コメントがガーって横に流れる仕組みっていうのを、うまいやつ使うとできるんですよ。使い方をきれいにやると。こうね、バーってコメントがこっち側からこう流れていくんだよね。 それをうまくそこまで使いこなせるかどうかなんだよね、問題なのは。俺が今考えてるのはコメントを表示したいんだよ。ニコ生で運営コメントを生地さんが打つってことはふわっちゃできるの。運営コメントっていうのはここだね。今表示するね。ここ。うん、見えたここって見えた コメント欄にもここって出たけど画面の下にコメントって出てるはずなんで今ここって携帯でも出てんのかなだから運営コメントみたいなのは打つ仕組みっていうのはあるんだけどこれだとダメだから俺が一番わかりやすいと思ってんのはこれこれを使いこなすねこういうことができるようになるの テキスト表示されてるかあれどこ行ったテキストが見えないな、うん。こういうふうに、あ、またひっくり返ってきた。あ、なんでひっくり返るんだ、これ。このひっくり返る機能いらねえだろ。こういうふうに、打てますよーって。告知を俺が打てるようになるんだ、画面上に。ニコ生のコメントが流れるようにもできる、できる。 うまく使いこなせばね、プラグインとかで。だから簡単に言うと画、画面での宣伝もできて、今回の捨て頃の企画はこういう企画ですみたいなのを画像で表したいときあるじゃん。そういうときは、まあ今その画像を用意してないから、こういう対戦者が出ますよみたいなことをこうやって表画面上に表示を重ねることができるって言えばいいのかな。うん。だからいろんなことができるんだよ。うん いいでしょそうでちょっと写したくないっていう時はパッとワンボタンワンクリックでこうやって、うん、その表現ができるっていうこれが便利だねこれはかなり便利ですよなんでそんな鼻高いのいいないや俺はねこの鼻の高さ ああ、まあどうだろうな。鼻高いからまあ見れる顔なんだろうな。鼻はめちゃくちゃ高いっすね。自分より鼻の高い人に出会ったことがないぐらい高いっすね。うん。すごい高いでしょ。リアルで自分より鼻の高い人と出会ったことがない。これでもね、喧嘩で何回か折られてるから鼻低くなっちゃってるんだよ。わしっぱなになっちゃった。もっと高かったの、こうやって。 みたいなこれくらいの花だったんだけどこれがね喧嘩で折られてこうなっちゃった丸まっちゃった多分今回の試合でも花折られると思うけど俺の弱点なんですよ日本人の花じゃないだからまああのよく陰謀論で日中同祖論って言ってユダヤ人と日本人の先祖は一緒なんじゃないかっていうふうに言われてんだけど俺は結構それねあの島津家って実はその家系だっていうふうに言われてるんですよ 島津の家系は、ユダヤの先祖、旗氏って言うんだけど、畑の家系なんですよ。だからその、天皇とか、その辺の、血筋に繋がってるっていう風に言われてて。ユダヤ人っぽい顔はしてるんだよね。うちの家系っていうのは、外人っぽいっていうか。そういうね、陰謀論とかもやりやすくなるんだよ。ちょっとやってあげようか。例えば、うーんーとね、 この配信ができるようになると、都市伝説とかジブリとか語りやすくなるんだよ。ちょっとやってあげるね。待って。例えば、日中同窓論になってる元の話をするんだけど、えーっとね、待って、いい画像があるか探してみるから。 ちょっと待って、ね、あっこれがいい画像だからちょっと待ってちょっと待って今日中同ソロンやってあげるよせっかくだから前からねこの配信ができるようになるとどうなるのかを見せてあげるよ画像そうそう画像を見せながらだと一回一回検索してキャプチャーじゃなくていいんだよすごいやりやすい 例えばなんだけど例えばなんだけど日中同窓論のもとになってるのはどういうことかっていうとまずね 天狗っていうとみんなこういうイメージがあるでしょ。天狗っていうとさ、このイメージを持ってるはずなんだよ。これ天狗で合ってるよね。日本人の中の童話。で、天狗の特徴っていうのはまず、高い鼻、彫りの深い、えー、眉、それから巻物を持っているっていうことと、頭の中にちょこんとこういうのをつけてると。 で魔術を使ったり妖術を使うっていうのが天狗のイメージでしょ。これで合ってると思うんだよ。で、実際何があのユダヤ人と日本人なんでつながってるかって言われると、この次の画像を見てもらいたいんだけど、これユダヤ人の民族衣装なのね。ユダヤ人の民族衣装を見てもらいたいんだけど、これなんですよ。 これはあのお祭りの時とかに着るんだけどもうこれ完全に天狗でしょわ <laughs> かる要はユダヤの頃流れ着いてでユダヤの十氏族が失われた10年後にあの神武天皇が来てるんだよね神武天皇が生まれててびっくりするでしょでそのなんでそのユダヤと日中が一緒なんじゃないかっていう陰謀論が生まれてるかっていうとその まずユダヤには12族っていいうのがいたんですよ本当でしょう笑うでしょうだからその学校では教えられない本当の歴史ってやつですよね。そう。あの寺とかに行くと分かるんだけどそういう要は昔の古代の日本人がこれを見たらあの魔術とかを使うような文化とかを持ってたわけですよユダヤ人っていうのだから日本に流れて山とかに隠れて住んでたらこういう人たちに出会ったらあっ って思うじゃんで「三種の神器」っていうのがあるんですよユダヤ教の中にはであのインディ・ージョーンズの一番最初の映画を見たことがある人は「アーク」って知ってる三種の神器の中に「アーク」っていうのがあるんだけどアークじゃあそれもちょっと画像引っ張ってくるわちょっと待ってアークアークまあ準備をしてないから今回手間取ってるけどこれがねあのパッパパッパできるんですよ インディ・ージョーンズの中に出てくる失われたアークっていうその三庄神器簡単に言うとユダヤ教の中でモーゼの十回って言ってモーゼが石板を石板を受け取るんですよその石板には何が書かれているかっていうとあの神様との契約が書かれてるのねだからそのユダヤ教の中ではすごいあの神がかったまあものなんですよ でもさこれ日本人ならどっかで見たことあるでしょこれがインディ・ージョーンズで使われたセットの失われたアークって言ってこの中にあの石板が入ってるからこれって日本人なら見たことあるでしょこれ何よみんな分かるもう何が言いたいか分かるでしょこれだけではい日本人なら分かるでしょこれ何これアークなんですよこれどっかで見たことあるっていうかもう日本人ならすごい見たことあるでしょそうみこしなんですよ そうだから日本に実はアークっていうのが運ばれたんじゃないかっていうのは結構有名な話なのねまあこれがまあおみこしとアークのつながりであとはえっ、ー、とあれ京都の有名なお祭りなんだっけ誰か分かる人いない京都の祭りなんだっけ有名なのえっ、ー、と京都ですごい京都のお祭り誰か ちょっと待って、検索が出てこないから、誰か言ってもらいたいんだけど。そういうことそういうことってどういうこと京都のお祭りは、うん、まあ、教えたらまずいことだからね、これは。うん、だって、天皇は日本人だっていうのを根底から覆す、祇園祭りだ。うん。祇園祭り。えー どんどん真実に迫っていきますよ。結構あのみんな聞かないでね。あくまで都市伝説だと思って聞かないとダメだよ。えー、っと、ちょっと待ってね。三社祭り。ちょっと待ってね。祇園祭か。祇園祭。三社祭りはうなちゃんマンの方だったね。例えば、 祇園祭で出汁っていうのを載せると思うんだけど、出汁ってわかるあの、祇園祭の中で、あの、こう、林とかを歌うときなんかみこしみたいな松な、あのやつなんだけど、こういう話面白いでしょこれをじゃあ見てください、次は。これ、出汁なんだけど、 これ日本のさ、普通伝統が書かれてるはずなのに、これ明らかにユダヤでしょわかる日本のお祭りなのに、明らかに古代の日本じゃなくてこれユダヤの絵が書かれてるのわかるありえなくないありえなくない笑うっしょ いいっぱいあるんだよこういうの1個や2個じゃないんだよでそのなんか「はやわー」みたいなさ日本語なのかよくわかんないさなんか歌みたいなの歌ってるじゃん「はあはーはーみたいなさあれってヘブライ語で読み解けるんだよそう,さえそうそうそう「だし」っていうんだけど「山の車」って書いてねもう西洋のものが書かれてたりとかいっぱいあるんだよねうん まあ他にも論拠はいっぱいあるっていうまああくまで陰謀論の一つだからねでその俺はその島津家だからその島津の旗氏っていうのを検証したりとかしてネットの中でいろいろ調べていくといろんなものが見えてくるっていうでもそういう表現がしやすくなるよねこういう画像がいっぱい用意できるとあとこの巻物についても あの言うことができるんだけどあの天狗の方の画像に左手に巻物持ってるでしょでユダヤ教の聖書に値するもの旧約聖書ってどういうふうに書かれてるかっていうとちょっと待ってねユダヤこれはね宗教を勉強していくとね真実に近づけるんですよこれねユダヤ教の人が持ってるのって こういういアイテムがあるんですよこれはそのえらい,い人しか持ってないんだけど面白いこういう放送う右手に左手に握ってる負けは何なのかっていう話ね今度はこれはですねこれなんじゃないかって言われてるんですよどう楽しめてる これですトーラーですね。これは簡単に言うと聖書です。うん、確定でしょどう思うみんな。確定じゃない楽しいよね。うん、どう思うここまで来てどう思うみんな。えっもう日中同ロ論って本当じゃないって思ってこない。俺は学者じゃないからわからないけどぶっちゃけな話これを見た時にあ あっって思ったよ。あそういうことねって。確定で、確定等までは学習じゃないから言っちゃいけないんだけど、あなるほどねって思ったよ、俺は。そういうことねっていう。大人の事情ねっていう。で、要は、この旗っていう、旗氏っていうんだけど、旗とかの家系とかもウィキペディアとかでずっとたどっていったんだけど、 内輪も何か、まあ、あるだろうね俺は全然調べてないんだけどまあいろいろありそうだよねうんだからあのー、この天狗の元になったじゃあ十士族っていうのは百済って言って韓国の方に来た種族なので韓国から来たっていうと韓国の文献の百済っていう国があったんだけど百済にまあ百済の王,王朝だったんだけど日本に逃げてきて3世紀に日本に帰化してるんだけど 百済の文献を見ると何で書いてあるかっていうと百済のもともと住んでた民族じゃないって言われてんのあの遠い地からいきなり来た王族だって言われてんので百済が滅亡して日本に帰化すんので日本の旗氏ってまあ歴史詳しい人なら知ってるけどあの旗ってすごいなんつうの豪族なんだよいきなり日本に現れて大名とかにどんどんなっていく家系なのこいつらのことでしょ <laughs> 完全にここいつらのことなんだハタっていうのは韓国から来たけど韓国っぽい血筋じゃないのそれは百済の文献とかに書かれてんのよだから滅ぼされたので日本に逃げてきたっていうけどこいつらじゃん確定じゃんハタって外人なのよでそのハタの末裔っていうのはじゃあいろんな名前を名乗るんだけどその中にどういう家系があるかっつったら島津って書いてあるの だからまあ血が混じりまくってるから日本人は日本人なんだけどもともと日系じゃない可能性があるっていうのは俺は頷けるんだよね自分の顔立ちとかを見てああなるほどねっていう世の中って面白いなっていうまあそういう話です面白いでしょ てますよてまあこういううんちくを語る配信にはもってこいですよ。はたはたジブリについて教えて。 あーまあじゃあジブリについてやりますかジブリについて聞きたい話が広がるっていうか言葉では伝えて俺は映像で見えてんだけどその言葉で変換してみんなに言葉で伝えて変換しないといけないから絶対誤解が生まれるっていうかイメージができない人が出ちゃうのよそれを こういう配信っていうのはイメージをさせなくて映像で見せることができるから情報の共有化がしやすいっていうか俺の頭で描いてることを画面で見せられるっていうのは強いよねそれはすごい面白いと思ってるんジブリの話じゃあジブリと庵野秀明要は宮崎駿と庵野秀明の関係性とかやろうか何でもできるけどエヴァンゲリオンでもいいよから カトランワードツーさっきもいたじゃんほわよな簡単に言うと証拠を見せながら配信ができるからすごい楽になんだよ、ねうん、例えばさ今,今までさ渚香る っていうキャラん。タ、う、ー、ん、かおる。これは最後に出てくるエヴァンゲリオンの敵なんだけど、渚カかおるっていう敵がいるでしょ。で、この渚っていうもの、渚は何を示してるかっていうと、 渚っていうのは死者になるんですね死者イコールこれは何なのかっていうと使いのものは使いのものイコール死と でもあるともう一つ考えるのがもう一つ考えられるのがえーなぎさっていうのはっていうその文字で見せやイメージさせられなくて済むんだよね、うん、死者でもあるとこういうふうにアナグラムになってるとそうそうそう新機能ってキャプチャーソフトのことだね あとは、えっ、ー、と、カーオ薫る、薫ルっていうのを、えー 面白いでしょ「エヴァンゲリオン」って結構その考えられて作ってるっていうかうんだから「薫」の「お」が「お」じゃないんですよそうそうそう「終わり」になるよってこういう風にアナグラムっていう言葉遊びなんだけど実は渚カオルっていうのは最後の敵なんだよっていうのがもう名前の中にあるっていうおはようオールさん ウォーールっていう、ウォの字になんでウォなんだろうっていうのがワを入れたかったからなんだよね。こういうね、なんか裏エッセンスみたいなのがエヴァンゲリオンにはふんだんにあるんですよ。ホープさんから、ホープさんやってんのフワッチやってんの今、ホープさん。おはよう。うん。あと、その、なんだろうな、え。ー 六分儀。六分儀玄道って名前なのね。お父さんの救命は。で、うんと、碇。え、碇結衣っていうんだよ。この二人の子供なんだけど、えー、しくんはね。碇しんずくんでしょ。でもね、実はここにもアナグラムがあって、碇結衣。 普通さ、あの、山水の怒りだと思う人いるじゃん。怒りの怒りって石編なんですよ。怒りってさ、こっちの方だと思ってる人いっぱいいるんだよね。うん、あの、船についてる怒りじゃないんですよ、うん。これはね、実はフリーメイソンのマークから来てるんですよ。六分儀と怒りって。これ検索すると出てくる。で、真ん中にあるのが、 あのイエス・キリストのことなんだけど、あの真珠君は神の子供っていうのが、もうあの予言されてるっていう名前の中から。こういう設定は面白いですよね。6ってですよ <laughs>。6 いやーでもこれは結構助かるなツールとしてはコメントを流すやつやってみたいなちょっとな 初めて知った。エヴァンゲリオンってだから結構ね深追いするオタク要素があるんだよねそのああでもないこうでもないって深追いさせるね設定がふんだんにあるんですよそれがねあのオタク心をくすぐったからあれはね萌えアニメとは全然違うんだよエヴァはいっぱいあるよ腐るほどある例えばあのり言動が何でシンジ君に冷たいのかっていうのもあれは あの冬月がお父さんだからっていう裏設定があるんですよだから猪く君の顔立ちを見てもらうと分かるけどあのとてもねお父さんと骨格が違うんですよ猪狩玄道と。で冬月は何でもともと教え子だった玄道の部下になったのかっていうとその自分の部下の奥さんに部下っていうかまあ生徒の奥さんに手出しちゃったからなんだよ。罪の意識から来てるの。 だから、エヴァンンゲリオンってヒルドラなんだだよあれだから玄道は真ジ君を捨てたっていう設定がある。深いでしょ。だから、ゲンド道は何でお母さんを呼び戻したかったのか、要は人類を滅ぼしてでもお母さんを召喚したかったのかっていうのは、要はお前浮気してただろうっていうのを聞きたかったんだよ。死んじゃったから。 真珠は俺の子供じゃないよなっていう戦いなのすごいドロドロしてるでしょそうそれが分かるとあの変,変なドラマがよく理解できるんだよなんで冬月がお母さんの写真持ってるでお父さんはもうこの墓石も本当の墓じゃないと彼女が持ってるもの全て捨てたって言ってるんだよおかしいじゃん最愛の人の思い出捨てるわけないじゃん だからね実はねすごいあの弦道って何で新宿君に冷たいのか「嫌な大人」って書かれてるけど一番傷ついてるの弦道なんだよね、うん。半信半疑なんだよ。 俺はねこのキャプチャーができるようになったのに感動してるんだよね。ジャッジと見てもらいたい箇所。ジャッジと見てもらいたい箇所。あありがとうございます、おたくさん。フリーメイソンとかも、俺は実際勧誘されたことあるから、すごい詳しいよ。フリーメイソンっていうのを、存在を知らなかった頃に勧誘されたから、よくわかんなかったんだけど、後々気づいたら、ああ、あの人フリーメイソンだったんだ、みたいな、うん。詳しいっすよ。 あのリアルな方が詳しい都市伝説系で詳しいんじゃなくて回費がいくらとか知ってるわかりやすいまあそこは俺の武器だかんねわかりやすく伝えるっていうのは結構心がけてるから OBS のソースって部分見せてちょ見せる見せるソース ソースど,どうやって表示するんだろうソースって。ちょっと待って。ソース。ソース。ああ、色ソースえ、ソースっていうのをどうやって表示するんだろう画面キャプチャーでいいの。画面キャプチャーでいいのかなソースこれかなちょっと待って。アップにするか。アップにできんのか。 ソース待って、ソース画面崩れてるソースっていう窓枠たぶんこれのことだと思うんだけど、これかな見えてるこれのことかなソースって。これ メイン画面にソースどれだろうどれだソース。これかなキャプチャーのプロパティって出るな。違うのかな画面キャプチャー。画面キャプチャー。既存を追加。ソースを表示って書いてあるな。どれだろう 表示その画面キャプチャーってやつをダブルクリックこれダブルクリックしたらこれでダブルクリックしてどうすればいいんだろう これがかかるるとだだいぶ助かるんだねありがたいね。おたけさんありがとね。うん、そこに指定領域っていうのこっちにはある。あ、俺ね、あの、クラシックってやつをダウンロードしなかったんだよ。OBS の。要はバージョンの新しいやつなんね。OBS の。クラシックの方なのかな。なんかね、推奨されてたのはクラシック をダウンロードしたたた方がいいみたいみなことは書かれてたんだよね指定領域っていうのがない。多分ね、クラシックじゃなくて最新版ダウンロードしたからなくなったのかな。それっぽいよね、なんか。そんな気がする。クラシックの方がいいじゃあ、クラシックダウンロードしていきますね。うん。あの、一回が、あの、終了してもいい放送。 クラシックダウンロードしたらすぐ再放送再開するから OK まあみんなが起きてるかどうか分かんないけどね10分後か5分後か10分後になるけど OK でしょうかどうですか OK ですかじゃあ1回終わりますお疲れ様でーす コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよ何でお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。<laughs>